天才、突如何もないところでこけてしまう。エリックちゃんつまずいたときマジでドキッとした。あの倒れ込み方は心臓に悪い。今のはおじいちゃん、無につまずくエリックちゃん。こけんといて怖い。エリックちゃんいるだけで本当にテンポ良いな。ペースメーカーつけてこんな活躍してくれんのやばい。ていうかエリックちゃんって90分走れたんや。エリックちゃんとかメイヌーみたいな配球力優れた中盤いるとブルーノもっと生きるよな。エリックちゃんの復帰でかすぎ。